ザ・チャンピオン、はい、ENFP ですと、はい、僕若干ここを疑ってます、はい、ただまあ、カーシー博士の、はい、こちら Please Understand Me 2、我々の動画でもあのこの本を使った、はい、タイプのタイプ決めをやったんですけど、はい、その時は E が19対1だったんですね、はい、ほぼ外交、はい、で N と S が15対5、はい、で N、はい、で、F と T もなんか16対4みたいな感じで、はい、F、はい、ただ JP が10-10だったんですね、はい、で昨日 ENFJ をやって、はい、ないと、はいはい、で今日こちらにおりますと、はい、というところで、ENFP チャンピオンのご紹介、はい、ちょっとバカにした言い方になるんですけど、すいません、王者から見れば、はい、チャンピオンから見れば、はい、意義のないこと、うん、まあ、意味のないことですかね、はい、意義のないこと、深い意味のないことは起こらない、はい、ちょっとなんか全て意味がある、意味がある、はい、でもまあそんなこと言いますよねもう起こったことは全て意味がある、はいはい、目に映る全てそうメッセージですよ、はいはい、そしてそのどれも見逃したくないと、はい、ENFP は人生の人々の生活に影響を与えるあらゆる出来事を経験しなければならないと、そして自分が発見したストーリーを語り、人々や問題について何らかの真実を開示し、その強い信念で他の人々のやる気を引き出したいと願っています。そんな感じがします。そんな感じがします。はい。社会的な出来事について発言しようとするこの強い衝動が、このチャンピオンを疲れ知らずにして他者との会話に集中させ、まるで泡と水しぶきを上げる噴水のように全てを吐き出そうと自分の言葉をこぼしますと。彼らの熱意は無限であり、しばしば伝染し、あらゆるタイプの中で最も快活な存在となり、他の人々にも彼らの大義に加わるように促します。ジョイナース、こっち来いよってはい、はい、やってる気がします。誰も来てくれませんプラトンの理想主義者、アリストテレスの倫理主義者の編集である ENFP はほとんどの点で他の NF と変わりませんと。他の理想主義と同様、抽象的なコミュニケーションを取り、目標達成には協力的です。人文科学について学びたがり、式に気を配り、人事とうまくやっていきます。思考性においては利他的で信心深く、神秘的で道筋に位置し、明日を見据えています。共感的で慈悲深く、本物だと思われることを自己イメージの基本としています。本物になるのが難しいんですよね。それを目指してる感じがしますよね。だって本物ってなら、本物にならないと、はい、その分野のことは語っちゃいけないって思ってるんですよ。本物って何ですかですよね、目的にはらしいです、はいはい、そんなチャンピオン、王者 ENFP、はい、この始まり方どうなんでしょうね。霊感が強く、はい、直感を信頼し、ロマンスに憧れ、アイデンティティを求め認められたいと願い、はい、賢者を目指すことが多いですと、はい、知的な面では戦略やロジスティクス、兵団ですね、特に戦術よりも外交を実践することが傾向が強いですと。さらに探求心が旺盛なため、予定調和的なメンターの指示役割よりもアドボケイト、アドボケイトの意味としましては提唱する、何か感じたことを言うんでしょうね、の情報提供的役割を好む傾向がありますと。また、抑えがたい表現力の持ち主であるため、悩める人々の
心の癒し手となるよりも大義の容疑者となることを熱望しますと。何でしょうね、この大義の容疑者っていうのは。大義は大きい正義の義です、はいはい、大義、あ、要は生きる意味とかそういうことなんでしょうね、はい、まあ、なんかこう大きな意味でってことですよね、多分。大きな意味で人間はみたいなとこじゃないですかこの人の悩みっていうよりも、はい、で Like the other NF、 他の NF の役割変種と同様、ENFP は人口の 3% 程度とかなり稀な存在だが、他の人たち以上に激しい感情体験が充実した人生には不可欠であると考えています、はい、チャンピオン ENFP は感情の幅が広く多様性に富み、新しいものへの情熱が強いため、状況にも人にもすぐに飽きてしまい、同じ経験を繰り返すことに抵抗がありますと。また自分の一部が自分の経験とは無関係に分断されているような感覚を拭い去ることができない。そのため感情的な激しさを求める反面、自分の本当の感情との接点を失ってしまう危険性がありますと。これはあれですかね、エニアグラムのタイプ6の話をしてますかね。なんか何が正解かみたいな、はい、まあ、本物本物って探るからですよね。何が本物かみたいな。ちょっと読んでいきましょうか。表現力豊かなアドボケイトたち、提唱者たちは激しく自立しており、自分自身においても自分に関係する他者においてもいかなる従属も否定しますと。残念なことにチャンピオンは常に知恵、インスピレーション、勇気、リーダーシップを自分に求める他者に囲まれています。これは自分自身の中にいるってことですかね。自分に求める他者、他人って言ってますよね。他者と他者に囲まれていると言ってます、はい、同じように ENFP はある種の自然発生的な個人的信頼性を目指して努力し、常に自分自身であろうとするこの意図は通常非言語的に他者に伝わり、他者はそれを非常に魅力的に感じています。なるほど、やっぱり他者ですね、他者は他者ですね、はい、なるほど、しかし本物であろうとする努力を怠ることがあまりにも多く本物でありたいのに、ありたいのに、あの、そうですね、はい、長く続かない、はい、ためチャンピオンは過敏で警戒心が強く、わずかな自意識過剰な役割演技で自分に火の粉を浴びせる傾向がありますと。やってないじゃないかって話なんですね言う割にはって飽きちゃうんでしょうね。いや、これやっぱりこれじゃないんじゃないかってっていうそういう疑いは持ってる気がします、はいはいはい、だって本物になりたいんですもん。本物になりたいと思ってこれはやろうとするけど、やっぱこれが本物じゃないんじゃないかみたいな感じでこっちに行くみたいな。でも奇跡的にこれは5年目です、はい、続いてますね、はいはい、この詮索好きな性格からチャンピオン ENFP は社会環境を絶えずスキャンし、不審な動機があれば注意を怠ることはありませんと。 ENFP は他の NF よりはるかに周囲の人々を鋭く観察し、他の個人に集中することができますと。彼らの注意は決して受動的ではなく、さりげなくもなく、決してさまよわず常に向けられています。実際人生を善悪両方の可能性を秘めたエキサイティングなドラマとみなしているため、チャンピオンは過敏で警戒心が強く、常に緊急事態に備える傾向があり、そのために筋肉の緊張に悩まされることがありますと。なるほど、この辺が、はい、このご自身を SJ タイプとみなすゆえんなのかもしれません、はいはい、ENFP さんがもしか SJ と悩んでる人がいらっしゃるのであれば、はい、この時折誤解されることでもあるが、チャンピオン ENFP は人付き合いがうまく、対人関係の力を大いに活用しますと。通常個人的にも電話でも幅広い人脈を持ち、キャリアとプライベートの両方の関係を維持することにエネルギーを費やします。温厚で人と楽しく接することができ、人を扱うことに異常に長けています。同僚とも
気兼ねなく接することができ、周囲はその存在を喜びます。公の場の役割も自然発生的で劇的な能力もよく発達している傾向があります。見通しが明るいのが特徴で、人や出来事が予想通りにならないと彼らは驚きますと。人生や人間の本性に生まれつき備わっている善良さに対する自信はしばしば自己充足的な予言となりますと。人を善なるものとして見ている、はいはい、から、うん、結局人生って良くなると思っている、はい、感はあります、はいはい、あります見ててあります。ちょっとなんか甘いですよね。甘い、そう信じてる、うん、甘いなって思います。見てて、自分を見てて、はいはい、人生そんなに甘くないよって、いや違うっていう繰り返しです、はいはい、チャンピオンは職業選択の幅が広く多くの分野で成功を収めますと。労働者では温厚で熱意があり想像力に富み、興味のあることはほとんど何でもできますと。可能性に対して強い感覚を持ち、大抵の問題、特に人と関わる問題を解決できます。何かを想像するプロセス、アイデアやプロジェクトは楽しむが、単調なフォロースルーにはあまり興味を示しませんと。ひとたび人やプロジェクトがルーティン化すると ENFP は興味を失う可能性が高いですと。チャンピオンは人を集めることに長けており、会議やコンファレンスを開始することが得意でありますと。新しいやり方を考案するのが得意で、そのプロジェクトはすぐに大義名分になる傾向があります。自分自身は想像力に富んでいるが、人が始めたアイデアやプロジェクトにはなかなか乗れないことがあります。あるプロジェクトに自分のエネルギーを注ぐのであれば、それを自分自身のものにしなければなりませんと。わかる気がします、はい、人のアイデアだと、はい、それを乗っかってる俺って、はい、本物じゃないですもんね。で考えるって話、本物は考えた人ですもんね。だから本物って考えるって話ですよ僕はそれが儲かればいいとか、自分が得すればいい、楽しければいいみたいな。なるほど、はい、言っちゃダメだ感はあるんですよ。言っちゃダメだって、本物じゃないのに。楽しめれば未経験のことじゃないですかうん、本物が勝つような気がします別に負けてもいいじゃないですか、得すれば。うん、おっしゃってることは分かります、はい、自分でやって損するよりも乗っかって得した方がいいじゃないですかはい、うん、はい、でもなんか馬鹿にされますよって思っちゃうんですよ、はい、こいつら馬鹿にして見てるよって、君のじゃないのにさって、っていうのが見えるんですよ馬鹿にされて儲かるならもう喜んで馬鹿にされますよねいやーそこはね、はい、難しい気がします。はい、はい、武士は食わねどですよ。はい、はい、で楽しいことしたらいいじゃないですか。はい、なるほど、旗は立てたいですよね。いやだから逆に僕から言ったらそんなそういうことをやってる方がバカにされる気がするんですよね。儲かりもしないのに一人で旗振ってる方がそうかなっていう、多分その辺の傾向でみんなが行動してるんじゃないですかっていう、自分がそれがいいと思った方向に。なるほど、はい、じゃあこれカーシア博士が言うように集まりませんよ ENFP の元には。何か大義の旗を振ったって。そんなことないですよ。甘いというより人の良さという感じですかね、はい、なんか人の良さに、人の良さを信じてるって感じじゃないですか。もうそうあってほしい。まあそうですね、はい、本当にバカにされたことあったのですか。感じるってことですよね。感じる、彼らには見えてるって話ですよ。そう感じるから、感じるから、はい、はい、もう実際見えてるんですもん。そんなにでも、うん、で、しないですよ。で例えばなんかコメントとかが来たとするじゃないですか、はいはい、そこにもうなんか嘲笑蔑視を見るんですよ、はい、あこの言葉を言うってことは、はい、はい、勝手にね、はい、はい、で人と人とのつながりは ENFP チャンピオンにとって不可欠であると。彼らは優秀な教師、牧師となり、一般的にコミュニケーション芸術に惹かれ、才能あるジャーナリスト、弁士、小説家、脚本家、劇作家になりますと。組織内では時代遅れの手順や方針に異議を唱えることになることもあると。時には上司に腹を立てることもある。
また所属する組織に対して不満を持つ人々の味方になることもあるが、そのような人々にとっては ENFP は親身になって話を聞いてくれる存在であり、自然に救いの手を差し伸べてくれる存在であると。職業選択において ENFP はその選択が一定期間にわたって骨の折れる細部やフォロースルーを伴うものであれば、そこではすぐに落ち着きを失ってしまうと。創造性を発揮するにはかなりの自由度が必要なので、日々の業務や交流にバラエティがあることがこの人の才能に最も適していますと。まあサラリーマンやめですね。何もです、相手としてはこの ENFP は魅力的で穏やかで情に厚いが型にはまらない傾向がありますと。彼らはインスピレーションの新しい吐き口を求めることが多いので、伴侶にするとそれは驚きになるでしょうと。贅沢と倹約の間で揺れ動いており、家には贅沢品がある一方で必要なものが欠けていることがありますと。家計の維持、預貯金、生命保険、さらには現金の準備などにはほとんど無関心であると。関心はありますよ、はい、ねえなあと思ってます、はいはい、じゃあ貯めろよみたいなのはしない。しょうがないじゃ、たまらないでも意味があると思ってますまあだから必要なものが欠けてたりするってことです。それには意味があると思ってます子育ての役割においてこの ENFP チャンピオンは献身的だが、子供の扱いにはやや予測不可能なところがあり、必要とされる友人のような役割から厳格な権威者のような役割へと変化しますと。しつけについて強い意見を言う一方で、子供との信頼関係を失うのを恐れて、そのドラマチックな宣言、このしつけについて強い意見ですね、はい、それを行動に移そうとしないことがありますと。わかる。 ENFP は、ね、創造的な親であり、子供たちに様々な興味をそそる経験をさせることができますと。その反面、泣き言や欲求の多い子供にはあまり我慢ができず、そのような行動に対してはかなり短気になることもあると。やってみればいいじゃんがあるんでしょうね。やりなよって言うんだろうなと思ってます、はいはい、わがまま言うなよもある、うん、あ、それもはいはい、わかる。 NF は多分損得で考えられないんでしょうね。そこが性格が甘いと感じられるのか。まあそうなんでしょうね。損得とか論理じゃなくて、はい、なんかもう理想これ理想で損したって後悔してるみたいな、はい、でも意味がある意味がある意味がある、はい、集まるというよりアドボケイトの意味合い的に呼ばれるの方がありそうと。意味合い的に呼ばれる、この言葉のアドボケイトの意味合い的には人が集まってくるっていうよりは呼ばれるに近いってことじゃない。呼ばれるってどういう意味ですか。こっちにおいでよみたいな、二度へこっちに来てよみたいな。ああ、ああ、なるほど。ENFP、こっちおいでよって。あ、で、言うってことじゃなくて。うん。っていうことじゃないですか。呼ばれて言うってことですか。呼ばれるってことですよね。人が集まるところに呼ばれるみたいな意味じゃないですか。あ、っていう意味がある。こっちにおいでよだったら呼ぶじゃないですか。呼ぶです。はい。呼ばれるなんで、呼ばれるんじゃないですかって。僕、誰にも呼ばれないですけどね。残念です。NF はコミュニティ大事にするけど、人を見ているので、NT と相性がいいですね。そう思います。言うと誰とでも相性はいいと思ってます違うのかな。まあ、NF 的には思ってるんじゃないですか、うん、別に相性なんてないと思ってるんですけどね、はい、ただ特定からはめっちゃ嫌われるんですけどね、はいはい、助けとして近くにアド呼ばれたボケイトがこの単語のコアの語源らしいですと。なるほど。必要とされて呼ばれるみたいな。なるほど、はい、だとまあそうなるまでメッセージを発し続けるしかないんですね、はい、まあ、環境の問題もあるかもしれないですよね。なるほど、はい、人望ってことじゃない、まあ、僕にはないんですけどね。 SP 環境かもしれないですよ。あ、でも環境は作りたいじゃないですか。人が作った環境だと意味がないんですよ、まあ、だからっていうのもあるんじゃないですか。特定の場所に行けばそうやって呼ばれるかもしれないけど、呼ばれるのは自分の場所じゃないとみたいな感じなるほど、はい、